イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。超電、マントが曲がってる。はい、超電やってまいりましたね。久々にね、我が宗教法人陰部万華鏡の活動をしていきましょうかね。まあ忘れてるかもしれないけど、私はね、陰部万華鏡のね、あの民、信者クリエルの民が崇めるべき存在のこのクルエル神の地上代行者です。はい、彼はね、あの人間には見えないし、彼の言葉はね、人間は理解できないんで、僕が通訳します。僕はこの方を見れるし、この方の言葉を理解し通訳できるんで、僕が地上代行者で、僕は全く偉くありません。はい、ちょうどね、何やらね、最近ね、あの某いかがわしい宗教がね、めっちゃメディアと戦えてますね。で、政治家連中も叩いてます。まあ、ね、あの、偉大なる、元安倍総理の件があって。で、思ったんだけど、勝手だよね、政治家もね。今まで放置してたわけじゃん、放置。なんでかっていうと、選挙の時にさ、あの、票を集める時に利用できるから。でも、そんな、ほったらかしてたくせにさ、あの、まあ、安倍さんの件とか、まあ、そのね、その、加害者の、何、その、背景をさ、掘ってみたらさ、あの、その、某いかがわしい宗教団体に人生狂わされたのが原因だったりとかで、で、そういう被害者がいっぱいいるって分かって、ね、メディアが騒ぎ出して、え、なんだこれ、でも、日本の政治家知っててさ、放置してんじゃんみたいな。票集めのために放置してたじゃんみたいな感じで、叩かれ始めて、やべえ、やべえ、あの、俺たちも叩かなくちゃって、まあ一生懸命まあなんか叩いてますけどね、政治家も。勝手だよね。ああ。でね、思うんだけど、やっぱね、日本の、宗教法人は、我ら陰部万華鏡で十分だと思うよ。あの、もう一度言っとくけど、あの、いかがわしい宗教といかがわしくない宗教の違いはね、あの、お金を取るか取らないかです。ね。あの、神様っているかとか知らないけど、俺知らないけどね。知らないけど、まあ、いるとして、神様がお金取りますか？神様、人間からお金取って何買えますか？え、おっぱぶいくの？俺みたいに。だからね、あの、いかがわしいか、いかがわしくないかは、お金を取るか取らないか。まあ、多少は取ってもしょうがないよ。その場所代とかさ。場所の維持費とかです。多少は取るかもしんない。まあ、月に数千とかだったら、まあ、しょうがないかな。でもやっぱね、一回のさ、そのお布施、なんかゴミみたいなもん売りつけて500万だとか300万だとか1000万だとか、ふざけんじゃねえよって話だよね。お、取ったか俺、今まで誰かから。陰部万華の活動で、取ったか金。取ってねえよ。取らなくったって人は救えるんだよ。はい、ということでね。まあ、いかがわしい宗教にね、皆さん入んないようにね。あの、日本国内でいかがわしくない宗教は、ただ一つ、この陰部万華だけです。はい、ということでね。イケメン帰りますじゃな。シュッ。